隠すって素敵、大事なものって感じがして。セックス依存症っていうのはよく聞くでしょうけど、性指向障害っていうの。一本外に出るな。分かったか。死んじゃえばいいのかな。愛とセックスは無関係って、そう答えてくれないか。ありがとう、内緒にしてるの辛かったから。病気よ、あなたも自覚がない病気なの。こんな目で見るのはやめて。狂人の書く愛の物語で凡人どもをねじ伏せろや。俺の子だと言うなら俺の子です。寝たわ、彼と。このままだと綾は死ぬわね。赤いムカデは死んでなかった。ここで断ち切るの。彼女から言ってくれたんでしょ。パパは優しくないで。待っていたような気がするんです。もういらないって言ってほしいって。